でも本当たくさん噂というのはありまして、磁石がくっつくようになるとか、5G を受信できるようになるとか、ワクチンを打った後のまあ反応、副反応とか本当に効果はあるのかなとか、現在までにワクチンについていろいろなことが分かっていますし、はい、政府もその情報をちゃんと公表しているんです。こんにちは、はるあんです。こんにちは、小児科医の池田咲です。よろしくお願いします。お願いします。はるあんさんは料理系の活動をされている YouTuber さんで、大学生なんですよね。はい、そうなんです。でもこの1年ほどはコロナ禍でこうみんなと食事に行けなかったりとか、遊びにも行けないですし、もちろんなのでちょっとこう食べることが大好きなので、すごく残念だなといったところです。そうですよね。収束を目指して、私たちもコロナやコロナワクチンに関する正確な情報を皆さんにお届けしたいと思っているんです。今回はるあんさんとお話しすることによって、より多くの方に情報が届けられるのではないかなというふうに思っています。そうですよね。やっぱり正確な情報をお届けするっていうのはすごく、私も日々なんだろうな、 YouTuber というか SNS を発信している中ですごく大事なことだと思うので、コロナの収束に向けてどのように関係していくんでしょうか。接種が進んでいる国ではワクチンによって感染者が減るという効果が見えてきているんですね、はい、今後接種が進んで、はい、感染する人が減ってくれば、いずれは以前のような生活に近づくことが期待されています。そうなんですね、ただですね、ワクチンに関するデマや噂を信じてしまうことによって、接種をしない、接種を怖くなってしまうっていう方が増えることをとても懸念しています、だからコロナ収束のためには、正確な情報を皆さんにお届けするということがとても大事になるんですね、はい、春菜さんは今ワクチンについてどのようにお考えですか。そうですね、ワクチンはまだ私は打っていないんですけれど、とうとう打つのか打たないのかみたいなところに来ていて、皆さんそうなんですけど、打ったことがないワクチンっていうのはちょっと怖いイメージがやっぱりあるので、少し不安といいますか、ドキドキするなとは思っています。ドキドキするっていう気持ちはとても自然なことだと思います、その不安を軽減するためにも、正確な情報を今日いろいろとお話しできたらいいなというふうに思っています、ちなみにはるあんさんがワクチンについて怖いなっていうふうに思われてしまうのはどういう点なんでしょうか。そうですね、ワクチンを打った後の反応、副反応とか本当に効果はあるのかなとか、まだぼんやりとしかわからないのがあるので、そういうところがはっきりわかると不安もなくなるのではないかなと思うんですけれど、現在までにワクチンについていろいろなことがわかっていますし、政府もその情報をちゃんと公表しているんです。日本で承認されて使用されているメッセンジャー RNA ワクチンは、約 95% の高い発症を予防する効果っていうのがわかっているんですね。インフルエンザワクチンの効果は 40-60% ですので、比較しても非常に高い効果があると言えます。そうなんですね、初めて知りました。こういう情報を知らない方とかも結構多いんですよね、なんか知ることについてもちょっと怖いなと思ってしまうところがあって、ニュースを見るのが怖いだとか、情報を見るともちょっとこうコロナにかかったらどうしようとか、全然違う不安にこう気持ちが持ってかれちゃうってことがなんかあるので、ちょっとこう敬遠していると言いますか、ところもちょっとあるのかなって今私は思いました。ワクチンの安全性はどうなんでしょうか。まず数万人規模の臨床試験を得ていますし、常にアメリカでは3億回以上、日本では4000万回以上接種された実績からも、安全性は非常に高いということが分かっています、副反応という言葉にも気になっているんですが、そちらもいかがなのでしょうか。副反応はコロナワクチンに限らず、ワクチンにつきものなんですけれども、軽度の副反応は頻度高く起こると思ってください、でも心配しすぎなくて大丈夫ですよ、具体的には腕の痛みや腫れ、頭痛、寒気、熱、関節痛などです。接種した部位の痛みは8割以上の方に見られ、2回目の接種後には38度以上の発熱が 15% 程度の方に見られるようです。いずれも体がワクチンに反応して起こるものなので、2、3日で収まります。症状が辛い場合は腕を冷やしたり、市販の解熱鎮痛剤を使用しても大丈夫です。接種の次の日はできるだけ休めるようにスケジュールを調節しておくとさらに安心ですね。38度以上の発熱が 15% 以上あるんですね。そうですね、反応はあるんですけれども、効果も高いワクチンですので、もっと辛くなったら解熱鎮痛剤を使ったり、ゆっくりお仕事休んで、無理をしないようにされるのがいいと思います。はい、わかりました。ところではるあんさん、ワクチンに関して怖いと感じられたのは、SNS で見た噂なども
それが理由になってます？そうですね、見たことあります。私が見たのはあのワクチン接種後にコロナにかかるとより悪化しやすくなると言いますか、なんかそういう噂をデマなのかなどうなのかなと思いながら見たことがあるんですけれど、それについてお伝えしますと、はい、あのまず事実ではないですね。あ、そうなんですね。メッセンジャー RNA ワクチンでできる抗体というのは重症化も防いでくれるということが分かっているんです。でも本当たくさん噂というのはありまして、 SNS などでよく出ている噂を共有しますと、不妊になる、遺伝子が組み換えられる、コロナに感染しやすくなる、あとは磁石がくっつくようになるとか、5G を受信できるようになるとか、そういうような噂もありますね。なんかちょっともうそれは信じられないというか、さすがにないでしょうと思うような感じもありますけれど、本当にそういうデマがいっぱいあるんですね。私たちもあのたくさんワクチンについての発信をしていると、うん、はい、あの SNS 上もいろんな噂をあの参見しますね。フォロワーさんの方から紹介してくれることもありまして、いっぱいあるんだなっていうふうに感じています。本当ですね。なんでなんでしょうね。まあ、まずワクチンに関する正確な情報が届いていないことによって、うん、あのまあ不安感があるということもありますし、あとは皆さんにワクチンを打ってほしくないという考える方もいてですね、はいはい、それで誤った情報を作り出して、はい、まあ、皆さんに不安をあの植え付ける、うん、そういうような人たちも残念ながらいます。あ、そうなんですね。このような不妊になるとか、はい、あのそういう噂を見てしまうと、やっぱ見る人に恐怖感を植え付けてしまうので、そうですよね。でそれでまあ危機感を感じながら他の人にも伝えてあげなくちゃっていう思いも働くことがあるのは、うん、あの事実です。しかもそのような噂っていうのは、はい、もし正確な情報を知っていれば、はい、あのそれを見ることによって、あ、これは正確じゃないな、これは正確じゃないな、誤った情報だなっていうのを判断できると思うんですけど、なかなか正確な情報が届いていないとそれが難しくなってしまうということがあります。ここに示したような情報は全て誤った情報であるっていうふうに断言できるものばかりなんですよ。アナフィラキシーに関しても過度に怖がらせるような話が結構出ていますので、正しい情報をもとに冷静に考えてほしいですね。アナフィラキシーというのはどういったものなのでしょうか？アナフィラキシーというのは非常に稀なんですけれども、ワクチンに対して起こりうる2つ以上のアレルギー症状になりますね、はい、どの頻度かと言いますと、アメリカでは100万回に数回程度ととても稀になります、はい、接種会場ではしっかり観察期間が設けられていて、緊急時に使用できるお薬なども用意されています。あ、そうなんですね。ですのですぐに対応できる準備もできていますし、とても稀ですのでそんなに心配しなくても大丈夫なんです。めったに起きないということが一つあると思って、もう一つはもし起きたとしてもすぐ対応してくれるっていうその環境があるってことがなんかこう安心しました。日本でもアナフィラキシーが起こった方はいらっしゃいますが、みんなあの適切な対応がされて全員回復しています。あ、よかったです。正確な情報を知っていればあっさり否定できるような内容も、正確な情報を知らなければその真偽がどうなのかっていうのを判断するのはなかなか難しいと思います。ワクチン接種後に死亡したという情報を見られたかもしれないんですけれども、あのワクチンを接種した後に起こるというのは必ずしもワクチンが原因となって起こっているわけではないんですね、はい、たくさんの情報があの世界中で調べられておりまして、ワクチンが原因となって起こった死亡っていうのはあのいないというふうに考えられているんです。あ、そうなんですね。国内外で詳しく調査がされていますが、メッセンジャー RNA が原因で死亡したという報告はないんですね。実際新型コロナウイルス感染症にかかった方がずっとずっと怖いんです、はい、いや、よく考えてみればそうだろうなと思うんですけれど、正確な情報を知るっていうのは本当に大事だなと思いましたし、私たちみたいにこう普段から SNS を使っている身としては、正しい情報をいかにこうフォロワーさんとかなんか世に発信するかすごい大事なことだなって思いました。誤った情報に惑わされないように、はいはい、私たちの方も正確な情報をどんどん発信していきたいです、はい、どのような情報を信じていいか、はい、あの迷われることが多いと思うんですけど、そうですね、はい、そういう時はあの政府や省庁、
各自治体のホームページなど、そのようなところには正確な情報がありますので、はい、そちらをぜひ利用してください。あ、中でもですね、はい、厚労省の Q&A、 コロナワクチンに関する Q&A はとても分かりやすくなっておりますので、はい、ぜひ参考にしていただけたらと思います。分かりました。早速見てみたいと思います。なんとなく怖いみたいなのが、正確な情報を知ることでなんとなくが取り除かれて、あ、大丈夫だとか、あの、怖いっていう思いが本当になくなるんだなってあると実感できたので、これを皆さんにどんどんこう伝えられれば、もっとそういう方が増えるんじゃないかなって思いました。で、私からも、まあ、フォロワーさんにもそうですし、普段見てくれてる方にもそうですし、で、家族や友達とかにも伝えられればいいなと思いました。今日はありがとうございました。本当、はるあんさんにそう言っていただけてとても嬉しいです、はい、あ、よかったです。なんていうのか分からないです、ね、あの、今日お話ししたことはとてもシンプルな内容ですので、はいはい、ぜひ、あの、厚労省の Q&A、 公的機関の情報をしっかり見ていただいて、はい、もっと情報収集していただけたらなというふうに思います。はい、わかりました。ありがとうございました。